はい、よろしくお願いします。今回は中学校1年生の教科書6章テスト対策やっていきます。で、今回は4問ですね。上1問と下が3つセットになってるタイプになってますので、一回ね、ここで動画止めていただいてチャレンジしてみてください。で、やってもらった後に分かんなかったり不安な問題があれば、今からね、自分が全部解いていきますんで、聞いてもらえたらと思います。いいかな？では早速ね、まず1番からやっていきますので、どうぞよろしくお願いします。よし、じゃあ行きましょう。で、今回は、ねじれの位置、まあ、これが基本的に主役です。で、それプラス平行な辺とか垂直な辺についてもやっていきます。で、まあ、ねじれの説明もしていくんですけど、平行、垂直、ねじれっていうこの3つのセットね、これに関して若干もうよく最初も結構わかんないみたいな感じの方は、この動画の一番最後に再生リストがくっついてるので、本編の、80番の、動画をぜひ見てみてください。ちょっと書いておきますね。80番。これに、そのねじれとかの基礎問題が載ってますので、よかったらそっちもチェックしてみてください。では、行きましょう。定期テストでよく出てくるのが、この直方体の、で、ねじれを聞かれるタイプ。まあ、平行垂直も聞かれたりしますけどね。で、今回は BF とねじれの位置にあるものを探したいので、まあ、主役、テストの時とかもね、みんなでシャーペンでこう塗って、ちょっとマークをつけておくといいです。こいつと比べてるって話だからね。で、まあ、平行垂直は下でまた確認しようと思うので、ねじれいきなり言っちゃおうと思うんですけど、ねじれは平行と交わるもの以外全部です。だから平行と交わるものをすべて除けばいいっていう印象で言ってください。一応書いておくか。平行を消して、あと、交わるのも消す。その二つを消せばいい。だから、まず平行から行きましょう。BF、まあ、縦ね、まっすぐの柱の部分。これと平行だから、CG が消えます。柱ね。DH 消えます。柱。AE、奥のね。ここの柱が消える。あれが平行だからね。で、それを消して、あとは交わるものです。で、交わる、まあ、このタイプの問題だったら、シンプルに交わるってくっついてるってことね。この場合だったら。だから、ここ F でくっついてるから FG ダメ。EF も F でくっついてるからダメ。B でくっついてるから BC がダメで、AB も B でくっついてるからダメ。まあ、交わってるからね。っていう感じで、じゃあ残ったもの全部で OK です。直方体とか、あと立方体、サイコロみたいなね、綺麗な四角の時も OK です、それで。だから答え書いていくと、まず AD か。で、忘れないように辺書いてね。これ書くとたまに減点する先生いるので、辺 AD でしょ。AD と、ここ、辺 CD。ここ、辺 HG と、あ、GH か。ごめん。普通に HG じゃないよ。GH じゃない。今一瞬時が止まってしまった。GH、そして、ここか。辺 EH と。この4つが答えになります。なので、基本的にねじれの位置と言われたら、平行と交わるものを除いたものすべてと覚えてください。いいかな。で、なんでね、ちょっと交わるのとこさっきからね、この問題だったらみたいな強調してるかっていうと、それは後ほど説明します。ちょっと付け出しでね。で、下行きましょう。ちょっと複雑な形になります。で、これは上が、まあ、底面が台形なんだよね。下もそうですけど。で、AB と DC が平行です。ちょっと平行マーク書いておきますね。平行になってる。もちろん下も平行です。でも AD と BC は斜めになってる。ここね。斜めになってるから、こいつとこいつ平行ではなってないんです。で、あとはそれ底面とした時に AB。こいつが主役と考えて平行垂直ねじれを答えていきます。では塗っておきましょう。こいつね、主役。よいしょ。ではまず平行からいきましょう。で、平行はね、さっき言うと分かりやすくて、もうまあ、柱だったら柱だし、真横だったら同じ、まあ、平行になってるものを探したいと。で、今はもうマーク変えちゃいましたけど、AB ともともと DC が平行になってるので、これまあ DC だから DC にしとこうか。別に CD でもね、DC でも、こっち限定比べ物ではないので、まあ、どっちでもいいでしょう。で、DC で、あと下もね、全部平行になってるから、まず EF 変えちゃおうか。辺 EF と、あと、これ GH にしとくか。辺 GH。まあなんか違和感あるからいいや、CD にしとくね。よいし
この3つが平行ですね。まあこれはもう平行ってもともと書いてくれてるので、まあ図を使って判断すれば OK かと思います。で、ちょっと気をつけなきゃいけないのが次の垂直ですね。で垂直は、まあ、垂直だから90度で交わってるところになります。で、今、AB が主役になってて、これ上の面ですよね。ちょっと斜めで書いてますけど、図で見ると斜めに見えるけど、まあ、この上の面になってる底面。それと垂直っていうのは基本的に柱が垂直です。この面と、このね、まあ、変化。こことこういう風に垂直になってるので、ちょっとティッシュ、あった。ちょっと待って。形違くてごめんね。これ直方体になっちゃいますけど、まあ、上の面だと思ってください。で、上の面の奥側だから AB、ここですよね。こういう感じかな？ここが AB だと思ってください。で、これの、こう戻しますね。ここの部分と柱は90度で交わってるじゃないですか。こう、こっちにしようか。こう来て、こうだから。90度。こっちもそうだね。こう来て、こう。つまり、この状態だったら、この BF、ここと AE は柱になってるので90度で交わります。だからその2つが、まず垂直の答えになると。AE。これ、答え書く順番はね、関係ないんで、気にしないでいいです。あと BF か。となって、この二つが、まず答えになります。で、さっき言った、この上の直方体、今出したこうティッシュ箱みたいなね、感じの直方体の時っていうのは、もっと垂直があるんです。なぜかっていうと、ちょっとごちゃごちゃして申し訳ないんだけど、じゃあ BF。もし、この BF と垂直なものどれですかと聞かれたとします。そうすると、ここと、これ垂直なんだよね。90度。で、もちろんここも垂直です。90度。で、真横も90度だし、真横も90度なんで、垂直4本あるんですよ。で、結構、その、ワークとか、まあね、みんなの塾のワーク、学校のワーク、まあ、書店で買ったワークとか、いろいろね、ありますけど、基礎問題っていうのは、だいたい直方体か立方体で出されることが多いので、垂直4本あるんですよね、いつも。大体が。だから、イメージで4本書こうとしちゃうときがあります。で、どこを書くかっていうと、ここです。上の面だったら、こうなって、いつもこの位置にね、90度が来るんですよ。で、書いちゃうんだよね、こっちもそう。この AD と BC を間違って書かないようにしてください。今、台形なんで上、ここ。で、台形ちょっと書き直すと、逆さまなってごめんね。アルファベット置くと BA だから DC。まあ、こんな感じになってると。で、AB が今主役なんだよね、ここね。でも、これと台形斜めだからね、ここ。ここ90度なってないから、こっちもそうだけど。だから AD と BC 答えに入らないので、ここ気をつけてください。で、ラスト、ねじれですね。まず、平行なもの。まあ、2番で出したものですね。これは、平行はね、ねじれに入らないので、まず×書いちゃいましょう。×、これも×、これも×ですね。で、もう一個が、交わるものです。で、交わるものなんで、ここ B でくっついてるから×。で、ここもそうだね。B でくっついてるから×。で、ここ A でくっついてるから×で、これも A でくっついてるから×になります。じゃあ、残ったもの考えてみましょう。残ったところ丸つけると、ここ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 。4つ出てきました。で、今回はこれが答えになります。その4つがね。なんでちょっと書いちゃいましょう。で、順番はちょっといいかな。手前からいきますね。ちょっと答えが入らない気がする。辺 F、G と、辺ここ C、G。と、これ下、あ、いけるか。ちょっと俺が斜めやってるね。ごめん。少し大きめに書いて2行にしますね。ちょっと待って。辺 F、G、辺 C、G でしょ。で、次 DH か。辺、入ってるよね。DH、G、OK。DH と、ここ、辺 EH。この4つが答えになります。いいかな？なので、ひとまずねじれに関しては平行と交わるものっていうところを注意してやっていってください。で、例えばこれね、今上が台形になってるんですけど、台形じゃないとき、
普通にちょっとデタラメな四角形って言ったらおかしいですけど、底面の部分がどこに書こうかな、ちょっとここ右側ギリ入るかな、底面がね、じゃあまあこんな形だとします。でまあこうやって下に柱が立ってて、下も同じ形が来るとするじゃないですか。まあこんな、ちょっと適当にごめんな、こんな感じだとするでしょ。その時にもしここ黒にしようかな、赤にするか、こいつとねじれの位置を探しなさいと言われたとします。そうするとこれまず平行なものがこの真下のここしかないんですよ。これ平行だから覗きますよね。で交わるものなんで、ここの場所でくっついてるから、まあ下と同じようにね、ここダメだし、ここダメだしって、あとここくっつくからこれダメだし、これダメだしって削っていくんですよ。で、残ったものを書こうとするんですけど、これミスが出ます、こうすると。で何がミスるかっていうと、こいつダメなんです、これ上のこのとこね、ここで、これって平行じゃないじゃないですか、斜めだから、今平行って書いてないからね、平行じゃないし交わってないんですよね、パッと見た時に。そうで、これが注意が必要で、交わるっていうのは今この状態、例えばこれね、ここで交わってるよとか、ここで交わってるよって、直で交わってるもの以外、伸ばした時に交わるものを消さなきゃいけないんです。だから何が言いたいかっていうと、今この線とこの辺か、これ伸ばした時同じ面の上、平面の上にいるから、伸ばしたらいつかぶつかるんだよね、多分動画外、ごめん、画面外になっちゃってるけど、ぶつかるの。だからダメなんですこれ、伸ばした時に交わるものも消さなきゃいけない。で、これを考慮しなきゃいけない問題ってそんな多くないんですけど、でも頭の片隅に置いといてください。伸ばした時に交わっちゃダメなので、それを考えるのがめんどくさかったら、同じ平面の上にあるものは全部消してください。いい、同じ平面にあるもの、どういうことかっていうと、ごめんね、いっぱい説明長くなっちゃって。ここが主役になってたら、今上のここって底面っていう同じ平面でしょ、同じ平面の上にあったら、平行になってなかったら絶対交わっちゃうから、伸ばした時に。だから同じ平面の上にあるものは全部消しちゃっていいです。ねじれを探す上に、ねじれを探す上でね。っていうのをちょっと頭の片隅に置いといてもらえるとありがたいです。いいかな？では、今回はね、ねじれの位置に関する問題、4問やらせていただきました。今回の授業はこれで終わります。以上です。ありがとうございました。最後までご視聴いただきありがとうございました。ねじれの位置の問題は、定期テストでもう出さない先生の方が少ないんじゃないかなってぐらいに本当によく出てくる問題です。なので、ぜひね、自分の力で見つけれるようになって、テストで得点ね、ぜひ取ってきてください。